に旅立ち、その後も懐かしむふるさと京都を題材といたしました。京都の歴史が古代、中世、現代と移ろい流れていく様を鴨川が湧き入れ、上流から下流へと流れていく様子と照らし合わせ表現いたします。それでは花の都の皆様です、どうぞ。次のチームは老龍です。大阪は枚方から